大谷翔平、絶叫、勝ち越し打でメジャー初優勝に王手。ドジャースの大谷翔平選手がパドレス戦で2度の勝ち越し打を放ち、チームを勝利に導きました。特に4回裏の敵地2塁打と6回の決勝打が印象的で、シーズン56盗塁目も達成しました。みんなの反応。大谷選手は先輩を敬い、おごらず常に謙虚です。通訳に欺かれた事件でもおごりを抑え、ファンを落胆させませんでした。彼は日本人の鏡以上の存在で、これまで見たことのない素晴らしい日本人です。彼は日本人としてだけでなく、人としても世界中からリスペクトされる存在であってほしいです。同じ時代に生き、彼のプレーをライブで見られることに感謝しています。大谷選手、ポストシーズンモードに入って集中力が上がってるね。HR は減るかもだけど、WBC の時みたいなオーラがある。ドジャースは投手陣が心配だけど、大谷につなげてチーム一丸で戦ってほしい。ドジャースで活躍してるね。二刀流封印で故障の心配も少ないし、どこまで勝てるか楽しみだよ。大谷選手、疲れてるのに打てるのはさすがスーパースター。本拠地で地区優勝してシャンパンファイトみたいね。ファンにとって感情むき出しのプレーを見るのが最高の喜びです。 HR は出なかったけど、2度の勝ち越しタイムリーは素晴らしかった。イチローさんに並んだ56盗塁も見事で、二塁ベースを越えてからのつま先タッチが可愛かった。明日のホーム最終戦、何としても勝って地区1位でワイルドカード進出を期待してます。昨日に続いて大谷に良い場面が回ってこなかったけど、勝ててよかった。昨日の悪夢のような負け方で流れが変わるかと思ったけど、スイープされる心配もほとんどなくなったね。まずは地区優勝を目指しつつ、大谷の55本塁打、日本人最多盗塁更新、打率3割などの個人成績にも注目。メジャーではトリプルスリーはあまり重視されてないけど、ぜひ3割キープして達成してほしいね。大谷の2打点がなければ勝てなかった。甘い球は見逃し三振したスライダーくらいで、タイムリーも簡単な球じゃなかった。派手なホームランも良いけど、今日の決勝打みたいな泥臭いタイムリーが価値あるヒットだと思う。ビューラーが復活の兆しを見せてるし、大谷も好調だから、ベッツとフリーマンの復調を期待して明日地区優勝を決めてほしい。ドジャースに来たのは優勝のためだよね。記録よりも優勝争いの緊張感が充実してる。移籍してよかったね。あと少し頑張れ。大谷はドジャース入団会見でトップを狙うといい、エンジェルス時代にはポストシリーズで戦いたいと話していた。今その夢が現実となり、彼は試合を楽しんでいる。ワールドシリーズで優勝してほしい。大谷が打った瞬間ガッツポーズしちゃったよ。去年はこんな熱い試合なかったから楽しんでる。明日ビューラーが6回3失点くらいで抑えてくれれば、大谷がいる視点は入ると思うけど、レッツが元気ないのが心配だな。大谷の活躍で勝てたけど、明日も全員野球で勝ちに行ってほしい。ロッキーズ戦で決めようとすると苦戦するかも。今は大谷だけ型寄りで、ベッツとフリーマンは不調だから期待できない。このタイムリーヒットを見て、昨日あんなことがなければ今日決まってたかもと思っちゃう。でも昨日のことがあったからこそ今日頑張れてるのかもね。パドレスにはダルビッシュや松井裕樹もいるし、日本人がいるチームが優勝争いしてるのはワクワクするよね。大谷はプレッシャーがかかるほど力を発揮し、ファンの期待以上の活躍を見せる。あと一つ勝って優勝だ。大谷選手の熱いプレーを見ると、山本選手の体調不良が残念です。大谷選手を見習って体調を整えてほしい。ホームランは勝つための手段で目的じゃない。チャンスで点が入ればシングルヒットでも大谷選手は嬉しい。ホームランならなおさらだけど、こだわってないんだろうね。ブルペン陣の頑張りで大事な一勝を得たけど、大谷の前にランナーが出ても送らず、エンドランもなく併殺。昨日の失敗から学んでない。本当はブルペン陣をもっと楽にさせられたはずで、ポストシーズン前に不安しかない。ドジャースは明日勝って優勝を決めたいけど、パドレスも強いから絶対勝てるとは限らない。でもロッキーズ戦で2勝すれば優勝だから、その方が盛り上がるかも。消化試合じゃない方が大谷さんのホームランも見れるかもしれないし、そう都合よく考えちゃね。高めのツーシームは投手が自信を持って投げた場所だね。二塁打もすごいけど、最後のタイムリーはしびれた。310までいくんじゃない？大谷翔平はヒリヒリする9月に2度の勝ち越し打で絶叫。メジャーに来たのはこういうゲームがやりたかったからで、
エンジェルス時代にドジャースを選んだのもそのためだと思います。大谷さんがチームのために全力を尽くしてるのが分かる試合で、本当に誇らしい選手です。大谷が打ちまくってて、ベッツとフリーマンがいるから敬遠もできないし、これからも楽しみ。明日も接戦で痺れる試合になりそう。大谷選手のホームランで決まったら祝勝会だね。本塁打はなかったけど、打点を稼いでチームの勝利に貢献。プレッシャーで逆にパフォーマンスが上がるのはスーパースターだね。4回に勝ち越しタイムリーを打った時はすごい歓声だったね。54号は惜しかったけど、ベッツは最近打撃が不調だね。大谷選手の活躍は嬉しいけど、ドジャースがポストシーズンでどれだけ頑張れるか心配。ロバーツ監督とテオの続投も期待してる。試合中に対戦相手は折ったけど、小石球をぶつけられなくてよかった。次の打席が回ってたらぶつけられてたかもね。調子いいね。昨日今日ホームランなかったけど、あと少しでホームランだった打球が2つあったよ。今はホームランにこだわらず、いい打撃を続けてほしいな。最終的には5560本くらい打って、100長打、132得点、400塁打、3割打ってほしいけどね。大谷翔平は憧れるけど、試合では別、積み重ねてきた結果、春の事件は遠い過去に感じる。長年続けた好きな仕事がうまくいかず、今月退職することに、悔しいけど、大谷のおかげで楽しみを失わずにいる。みんなの反応としては、大谷翔平選手の活躍に対する称賛と感謝の声が多く、彼の謙虚さや人間性も高く評価されています。少数意見としては、チーム全体の戦略や他の選手の調子に対する懸念も見られます。当チャンネルの意見として、大谷翔平選手の今回の活躍は、彼の卓越した技術と精神力を改めて証明するものでした。彼の謙虚さとリスペクトの姿勢は、多くのファンに感動を与えています。ドジャースの一員として、彼がチームを牽引し、地区優勝に向けて全力を尽くす姿勢に期待しています。